皆さんこんにちは、犬飼いとやです。今回はですね、フューチャースカウト嵐編の動画を撮っていきたいと思います。皆さん、ついにですよ、ナイツ2人目のフューチャースカウトが来ましたよ。前回はね、つない先輩のフューチャースカウトが来たんですけど、今回はですね、なんと嵐ちゃんのフューチャースカウトが来たんですよ。もう本当にこれはね、歌手かっこよくちゃいです。はい、というわけでですね、今回星5が嵐ちゃんなんですけど、星32枚のうちの1枚がですね、瀬名先輩でしたので、これはぜひとも手に入れていきたいと思います。もうね、今回のスカウトね、星5、星4、星3全部ね手に入れる勢いでやっていきたいと思います。瀬名先輩のカードはね、フルコンしたいので、はい、早速引いていきたいと思います。いくぞ。はい、それではまず最初に10連回していきたいと思います。これ可愛いよね、本当に。さあ、どうでしょう、どうなるかな。来い。お、黄色です。オレンジかな、黄色です。これは星4確定というわけで、誰が来るかな。はい、あ、琥珀くん。琥珀くん、やっぱこのカードのね、好き、このスキル可愛い、可愛い。この顔がね、最高に好きなんだ。やっぱりね、琥珀くんはね、可愛いぞというわけで、次、うい、うん、おい、あ、これ確か今回の星さんだったかな。うん、のつむぎ先輩が来まして、お、結構いろいろ出るな。うん、こい、あ、来ました、瀬名先輩。かわいいな、お前ほんと。あー、かわいい。瀬名先輩は本当になんかこの世の宝だと思う。この美しさをね、生み出したね、ハピエレはもう天才だと思う。俺はもう神をね、崇拝する心を持っている感じです。好き。はい、次。うん、ステージでもどんなわっ。私は生きて美しく輝くわ。え、最初の10連で来る、来た、うわー、かわいい、かわいい、ハート出てる、かわいい、かわいい。え、最初の10連で来るもんなん、これわかんないけど来ちゃった。かわいい、あ、かわいい、あ、かわいいな、嵐ちゃん。あのね、乙女って感じがして本当にね、素敵、本当にね、もう天才、あ、神、神々しい、好きだな、もう。いや、マジで、あのね、嵐ちゃんをね、みんな押せ、本当に。もう可愛さがね、もうこだわりが半端ないから、本当にもうみんな押してけ。はい、というわけで次、20連目回していきたいと思います。あ、これも星4ですね。さっきとんでもないことが起きたので、今回はどうなるかわかんないんですけど、見ていきます。お、今回の星4のね、蓮見先輩のね、カードですよ。このね、スチールもすごい好きなんですよ。あの、ちょっと胸元がね、こうちょっと開いてて、なんか大人の男性って感じがすごく、なんだろうな、なんて言えばいい、色気のある感じっていうの、ちょっとあんま良くないな、今の見方でも。そんな感じがね、すごく素敵な一枚だと思うんでね、すごく好きです。あ、兄貴くん、かわいい。お、つむぎ先輩来ましたね。はい、次行くぞ、どんどん行きます。お、夏目くんのやつ。はい、瀬名先輩来ました。はい、2枚目。はい、おお、なんか結構いろいろ来るな。なんか持ってるやつがいっぱい来てね。うん、さあ、呼んでくれ。あ、待ちやった。うん、あ、待って、これ持ってないやつ。あ、星え、星5のやつじゃん、これ。あれじゃんね、前のこの間一番最初のイベントかの、一番最初じゃないな、合同シャッフルイベントの時のやつか。え、これ持ってなかったし、当たらなかったからめっちゃ嬉しい。マジ、このタイミングで来る、しかも星5だぜ。20連回して星5 2枚来たんだけど、なんか神に愛されてるって感じがする。なんか森沢千秋やね、もう可愛さがね、天井突破してるからね、前からず可愛いなって思ってる。はい、はい、というわけで今回はフューチャースカウト嵐編を回していきました。いや、ちょっと今回ね、今までにないぐらいスカウト運がめちゃくちゃ良かった。あの、本当に今回動画で20連だけ回したじゃないですか。マジで20連しか回してません、今回は。本当に今まではね、収録したけど使えなかったところとかあったんですけど、今回に関してはマジで20回しか回してないんですよ。
20回しか回してないんですけど、嵐ちゃん来たし、森沢千秋の星5も出てしまって、で今回のねフューチャースカットで出てくる新しいカード全部当たってるので、運が良すぎてちょっとこの先が本当に怖い、あの冗談抜きでちょっと怖いんですけど、まあね、もうアンスタに愛されてるっていう認識をしとこうと思います。はい、というわけで今回の動画はここまでとなります。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回まで、さよなら、バイバイ。